ホワイトハウスのオーバルオフィスにて、アベレル・ハリマンの総合安全保障庁長官就任を祝う、ハリー・エストルマン大統領。1951年10月31日総合安全保障法は、1951年に施行されたアメリカ合衆国連邦法である。約75億ドルを支出して、マーシャルプランをはじめとする、外国援助を一本化した。 マーシャルプランが1951年6月30日に終わると議会は技術支援を伴う軍事と経済を合わせ持つ新しい対外援助を行うことになった。1951年10月31日議会はこの計画を第一次相互安全保障法として採決し相互安全保障庁を創設して実現した。 米国は1947年6月に欧州復興計画を提唱し、翌年4月に援助実施機関、経済協力局を設置した。以後米国は100億ドルを超える援助を供与したが、朝鮮戦争の勃発を大きな契機として、米国の援助政策は、軍事援助優先型に移行した。1951年6月の S 世代13次報告は、 諸国自らの努力と1948年以来の経済援助を通じて獲得された利益を維持しかつ増大せしめながら拡大する経済の枠内で西洋の再軍備を支援していくことが経済協力局の目的であると米国が国策として軍事援助を推進することを明言した。同年10月10日、相互安全保障法が成立し、 軍事援助約60億4213万ドル、経済援助約14億4040 40万ドル、契約74億8279万ドルの支出が承認された、マーシャルプラン援助は同法に基づく援助に吸収された。10月31日、総合安全保障庁が設置され、アベレル・ハリマンが初代長官に就任した。十二月十九日には、 エッセが廃止され、相互安全保障庁が対外援助業務を継承した。以後、援助を受ける国は防衛力の強化を義務付けられた。1952年1月には、相互安全保障庁の出先機関として、在王特使事務所がパリに設置され、援助計画の調整事務を継承した。米国は、マーシャルプランと並行して、大低開発地域援助を実施していたが、 これも、相互安全保障法に基づく援助に投稿された。ありがとうございます。